日本の国土交通機関、国土交通省北海道開発局長、国土交通省北海道局長を経て、北海道河川財団理事長、北海道旭川市出身、北海道札幌南高等学校を経て、北海道大学工学部土木工学科卒業後、国家公務員採用上級講習試験に合格し、1985年に、 北海道大学大学院工学研究科土木工学専攻を修了し、北海道開発庁へ入庁。主に河川行政を担当し、1994年には、北海道開発局旭川開発建設部、中別ダム建設事業所長に就任。1996年北海道開発局、網走開発建設部道路第一課長。 1998年北海道開発局、旭川開発建設部地水課長。1999年北海道開発局、建設部河川計画課課長補佐。2001年国土交通省北海道局、水生化開発専門館。2004年国土交通省北海道開発局事業、振興部技術管理課防災対策館。 2006年国土交通省北海道開発局建設部河川計画課河川企画館2007年国土交通省北海道開発局旭川開発建設部次長2009年国土交通省北海道局水政課企画館2011年国土交通省北海道局企画調整館2012年国土交通省北海道開発局 建設部下専攻次課長。2013年国土交通省北海道開発局開発管理部開発調整課長。2014年国土交通省関東地方整備局日立河川国道事務所長。2016年国土交通省北海道局参事官。2017年国土交通省北海道開発局事業振興部長。2018年から 国土交通省北海道開発局長を務め、北海道胆振リ東部地震では、緊急災害対策派遣隊による支援に当たるなどした。2019年国土交通省北海道局長、2020年7月退官、11月北海道河川財団常任顧問、2021年北海道河川財団理事長、ありがとうございます。